はい、おはようございます。MS ジャパンです。今日もよろしくお願いします。さあ、今日もですね、いろんなものをキンキンこと雪ぶち込んで飲んでいくキンキンシリーズ、これをねやっていきましょう。よろしくお願いします。さあ、ちょっと今日まずねコメント紹介しようと思うんですが、はい、小野さんからのコメントになってます。これが春限定のねスペシャルパッケージ、スーパードライをぶっ決めてる動画にくれてますが、お疲れ様です。いやー、楽しみにしてました。ジャペン検定ってことで、ジャペン検定動画を公開した翌日の動画がまあこれなんですけど、そこにコメントくれました。本当に私の勝手な検定作成にお付き合い、編集作業、素晴らしい動画に収めていただき、感謝感激、オーライサンクスですって言ってくれてますね。よかった。もういつも夜の23時半とかにまあその日の動画を見るんですけども、22日は緊張のあまり一人で見れず、翌日の昼、23日の昼間に家族と音量マックスで見ましたって言ってくれてるんですよ。もう嬉しいのと間に合すぎるところとで、胸が難しすぎましたって言ってますね。本当に素晴らしい動画ありがとうございますと、期間を空けて次はアルコールバージョンも作らせてくださいって言ってくれてます。いやー、これね、もうね、ほんと良かったなと思って。僕もですね、まあ一生懸命頭使って動画作るんですけど、それでもやっぱりですね、まあちょっとね、自信がないっていうか、そんなのもあるんですよ。作り終えてね、公開した動画をまあ自分で見返しても、あ、ここもっとこうすればよかった、ああすればよかったなっていう反省点とか改善点が見つかるんですけども、このコメントですね、愛さんのね、リアクションを見てね、ほんと良かったなと思って安心しましたね。こちらこそね、愛さん、ほんとありがとうございます。そしては次回作ですね、アルコールバージョン、これもですね、心待ちにね、楽しみに僕も待っておきますんで、無理せずですね、まあ出来次第またね、いただけたら僕ね、一生懸命動画にしますんでね、お待ちしております。よろしくお願いします。さあ、ってことで、ね、今日もやっていきましょう。キンキンミツミツ、ここであったら100年目、これをやっていきましょう。さあ、今日飲んでいくのこちらです。買ってきました。三ツ矢、日本果物語、南高梅って書いてます。和歌山県産の梅使用で果汁 1%、炭酸飲料ですね。ここね、ちっちゃく見にくく書いてます。栄養成分 100ml あたりエネルギー 43kcal ですね。あとはフルーツクオリティ製法とは書かれてません。裏にはですね、産地指定の国産果実使用って書いてますね。さあ、梅もね、ギュッときますね。さあ、ぶっ決めていきましょう。今日もキンキンに凍ったジョッキ登場。うわ、やっぱテンション上がるな。ジョッキしかガタン。いきましょう。乾いた。筋トレしてきました。運動、ランニングもしましたね。風呂上がりです。コンディション仕上がってます。いい匂いするな。たまらんな。さて、匂いが、梅酒みたいだな。うぅ、毎回思うんですよね。なんかね、梅のやつってね、梅酒っぽいんですけども、まあ美味しそうですね。いただきます。乾杯。来るな、梅酒ですね。はい、お疲れ様でした。ガブ飲みしてやりました。今日のやつですね、まあ、これは初めて飲んだんですけど、もうね、匂い梅酒なんですよ。飲んだ感じもね、梅酒っぽいですね。これね、飲んで思ったのが、あの梅酒大好きでね、結構飲まれる方、2杯目3杯目からですね、これに変えてね、こう出して飲ましても、ね、酔っ払っていくんじゃないかなと思って、いつやでね、ベロンベロンになる方もね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないなと思いながら飲んだんですけど、そんなポテンシャルもね、秘めてるぐらいね、まあ仕上がってましたね。美味しかったですね。さあ、これはですね、ちょっといつまで買えるかわかんないんですけど、三ツ矢の梅ですね、きっとまた会えると思ってるんで、もしかして飲んでみたくなった、気になった方でしたら、ぜひね、試してみてください。さあ、最後次回予告です。明日から3日間ですね、ビールぶっ決めていこうと思ってます。まだね、飲んだことない、動画にしてないビールをですね、3本買ってきてるんでね、そいつらぶっ決めてくんでよかったら、次回の動画もぜひご視聴します。はい、では本日もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。バイバイ。これでね、酔っ払うんじゃないかな、本当に。ワンチャンある、オーライさんです。